ふんばき家族皆様こんにちは、ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて、成分を見て選びましょう。前に手刺激洗顔フォームを2つ並べました。2つとも手刺激テストを受けた洗顔フォームです。ですがこの2つの中で1つはおすすめできません。おすすめできないのはどれでしょう？おすすめできないのは B プレーンです。これは手刺激テスト、まだ着酸性で敏感肌も使用しても良いという洗顔フォームです。ですがおすすめできないです。これを良いとおすすめする方はいないと思いますが、中に刺激になるつぶつぶがたくさん入ってます。まだちょうど毛穴を防ぐ大きさです。刺激があるかどうか2回洗顔してみたんですが、顔が真っ赤になりました。まだ顕微鏡で見ましたが、結構鋭い粒も入ってますので、顔にこすることで皮膚に細かい傷がつくと思います。ですので本当におすすめしません。少し中を見せますが、こういうふうに黒く見えてるつぶつぶがたくさん入ってます。スキンケアに詳しくて、これを手刺激洗顔フォームとして作ったのか本当に疑問に思います。着酸性で手刺激テストを受けた商品でも刺激にならないことはないですので、化粧品を選ぶときに参考にしてください。今日はおすすめするスンジョン着酸性コットン5の洗顔フォームの成分分析をしたいと思います。エチュードハウススンジョンコットン5フォームクレンジャー。敏感肌はビプレンのようにたくさんいろんなものが入っているものより、エチュードハウスのようにシンプルな成分内容の洗顔フォームが一番良いですので参考にしてください。セセ水、溶剤、ココイルセチオン酸 NA、 ヤシ油の脂肪酸でできたココイルセチオン酸 NA はクリーミーな泡立ちとしっとり滑らかな感触の洗い上がりになります。刺激はほぼないイオン界面活性剤です。グリセリン保湿、ココベタイン、ココナッツオイルから抽出した刺激なく泡を起こし粘度を上げてくれる成分で、優しいイオン界面活性剤です。次、安息抗酸系保存剤。次、塩化 NA 天然成分で海水に平均 2.8% 含有されて、天然鉱物で地面の中の岩塩にもあります。配合する目的は角質ケアと水溶性常粘剤です。次、アクリレッツ、アクリル酸、アクリル C 樹の30クロスポリマー、水溶性、非水溶性常粘剤で粘土除雪と乳化安定のために配合します。次、クエン酸 pH 調整剤で濃度を調節するために配合します。まだ毛穴ケア機能も持ってます。次、トロメタイン、化粧品に香りを付与する役割と化粧品の pH 調整のために配合します。次、 EDTA-DNA キレット剤で繊維の中の金属イオンの働きを封鎖するために配合します。繊維安定化につながります。パンテノル、パンテノルはビタミン B5 で敏感肌を鎮静し、傷んだ肌を滑らかにしてくれます。次、ペンチルグリコール、さっぱりとした感触と優れた抗菌性を持つ高アルコールの保湿剤です。皮膚の水分を飛ばさないように助ける役割もします。次、マデカソシード。私たちは外部からの刺激、過度なクレンジング、ストレスなどで皮膚膜が衰えて敏感になりがちです。敏感になった肌をマデカソシードはそういった肌環境から
炎症緩和、皮膚鎮静、皮膚弾力低下を防いでくれます。傷口の治りも早めてくれます。まだシワ改善効果、皮膚のくすみも取ってくれる成分です。すべての成分 EWG でも安全度の高い成分だけ配合してます。優しい洗浄成分でクリーミーなホームクレンジャーです。今日は特別ゲストでプンバキ家族の日本の方と、私が使用して感じた使用感と同じく感じるか皆さんに伝えたいと思います。私はもう使用してるので分かりますが、使用してない方の意見をちょっと聞いてみようと思います。では純正フォームクレンジングとビプレンフォームクレンジングの比較を伝えたいと思います。さっき純正コッテンゴ着酸性の使用感を伝えます。クリームっぽいですね。硬い感じですか？柔らかい。柔らかい感じですか？柔らかいですね。はい、ではちょっと洗ってみてください。今どんな感触ですか？刺激もなくて、泡もちょっと柔らかい感じで、本当に敏感肌用っていう感じの泡の感じもこの感じですね。しっとり感とかは、しっとりしてるって、すごくしっとりしてるってほどでもないですけど、乾燥しないだろうなっていう感じの感触はすごくあります。私と同じ意見です。では流してみたいと思います。洗い上がり感はどうですか？すごくさっぱり突っ張るっていう感じは全然しないです、しっとりしてる感じ、しっとりした感じですよね。はい、ではビプレを伝えます。まず粉をちょっと見せていただけますか？何色でしょう、この色って？小豆色ですね。小豆色、薄茶色みたいな、薄茶色い小豆色ですね。で、なんか入ってますよね。そう、粒々が、茶色い粒々が、はい、入ってますね。なんかそうですよね。それちょっと全体的に塗ったら、私にはかなり刺激があったんですけど、どうでしょうか？粒が当たってる感じはすごいします。全然刺激としてはあるかなと思います。これは敏感肌用に出てるんですけど、これ敏感肌テストを終えたクレンジングフォームですけれども、これを顔にこすった場合にかなり刺激になりますよね。そうですね。顔にちょっと皮が、粉吹いてるような時とかは絶対使わない方がいいかなっていうぐらい、結構つぶつぶが当たります。そうですよね。まあどっちかよと、どっちの肌タイプでも使わない方がいいかなと私は思ったんですけれど、どう思いますか？そうですね、こすることになりますよね。ちょっと、はい、肌に当たる感じは本当にするので、細かい傷が顔につくんじゃないかなと思ったんですけれど。そうですね、ちょっと怪我とかしてたら痛いだろうなっていう感じはします。そしたらちょっと泡を立ててみます。泡立ちはどうですか？泡立ちは柔らかくて、結構泡は、柔らかい泡が立つんですけど、やっぱりつぶつぶが当たりますね。当たって痛いですよね。そうですね、ちょっと、泡立てると余計に痛いかなと思います。スキンケアで顔をこんなちっちゃいもので傷つけることが一番良くないですので、どっちか言うとおすすめできないですよね。そうですね。ちょっと痛いかなと思います。そうですね。では流します。洗い終わりはさっぱりしてますけど、どっちかというと結構さっぱり感はさっきよりはちょっと強いかなと思います。はい、赤くなってる。もう手もちょっと赤くなった感じです。では2つの使用感を伝えました。2つの使用感をきちんと伝えましたので、ぜひ参考にしてください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。ではまた会いましょう。